久々すぎてサラちゃん見てる忘れた。はい、今回はですね、クルトの動画の中でまあまあ回ってる方のそうね、うん、はい、吉原に、行ってみたらこんな場所だったという動画、はい、をまあ流してたんですけど、そうですね、だいぶ初期の頃ですね。そうですね、だからね、編集とかもクソ甘いんですよ。うん、経験値を積んだ我々が、はい、もう一度お散歩してみると、一体どんな動画ができるのかっていう、もっと回っちゃうんじゃないかってことですね、はい、今日もやってまいりました、はい、魅惑の街吉原、吉原来ました。へへへへへへ、また前回と一緒に吉原のファミマの前から。吉原のファミマってすごいコンドームの種類あるのかな。どうだろう。まあ前はね、初めてお出かけ初めて来たので、うん、ちょっとね、うん、街の様子が分からなくてちょっと怖かったもんだから、ね、ファミマからスタートしたみたいな感じでしたけども、まあもう2回目なんでね。そうですね、うん、がっつり歩いていきましょうか。あの前回より多分ね日が早いと思うんで。そうだ、ね、前回暗くなったもんね。そうやそうや、夕方来たから、うん、そうそう、まあ、ちょっと明るい吉原、まあ、そうですね、はい、プラプラしてみましょう。はい、それでは行きましょう。ウェリゴー、くるくる。今回のくるちょむチャンネルは吉原ぶらり散歩、ソープ店が並ぶまさにセックスの街。数年前にも訪れましたが、結構動画が回ったためもう一度来ちゃいました。普段あまり見ることのない吉原の街並みをぜひご覧ください。はい、前回と同じ道。そうですね、こっちから回り込んで、うん、向こうのメインストリートみたいなところに行くっていう、あ、同じ感じで。なんかあれあったよね、なんかアップルの、あ、そう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 、エロいアップル、そうそう、アップル吉原店ね。アップル吉原店。何の交換もしてくれなさそうな。そうそうそう。まあ今どうなってるのか、あれからね、うん、ちょっと数年経つんで、じゃあまあ行ってみますか。はい。まあここの道は結構普通やもんね、やっぱね。うーん、人っぽみたいですよ、ね、ああ、チンピラね。完全にチンピラやったね。チンピラのチンピラですね、うん、まあ、大体やっぱね、その風俗とかはもうそのケツ持ちやってはるからね、お仕事としてね。あ、店で何かあった時のためにね。さすがドキュン、裏世界のことは本当に詳しいですね。おでん&カラオケバー1000と、こんなんあった。いや、こんなのなかった。なかったね。吉原で何か食うっていうのもいいですけど、食いに、別のものを食いに来てる場所なんで。そうです、別のものを食いに来てる言い方、ビリーザキットがあんじゃん。うなぎの食べられなかったイデクル節、ガチめの空腹でございます。信長、ここ前も触れてたよね。あ、そうでしょ、うん、入浴料4000円。そう、ここで俺が入浴料4000円って安ないって言って、くるちゃんがいろいろ説明してくれた、うん、この後払うんだよ。そう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 。普通に許されるのかなら普通に店行きたいですけど。で、行きます。メインストリート、メインストリートここでしたっけ。ここだね。ちゃまちゃま、ああいう喫茶バンビとかみたいな店で、あれやんね、予約取るんやんね。そう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 、なんか、なんかカフェっすか、ホテル、ホテル&バー。へえ、あんま2つの意味ないような気がしてきた。1個でいけそう、1個でいけます、1個でいけそう。これもうちょっと行ったとこにアップル吉原店あるんじゃない、うん、この道でしたっけ。この辺やったと思うよ。なんか雑居ビルの2階に
急にリンゴマーク現れていいね、リザーブル銀マシン。吉原美女革命いいね、監獄みたいなこのスカイって見せ空見えなさそうちょっとちょもじゃ1枚写真撮っていいですか。おい、もちろんです。あ、俺を、はい、いいね、いいですよね、でも逆になんかいいね。なんかちょっと前回気づかなかったところとかね、うん、なんかまあちょっと脇道とかにもいろいろ行ってみましょうか。細い路地に入り怪しい人たちを見つけるようです。路地という路地とか迎賓館の路地から行きますか。行きましょう。いいな。怖いものは駐車しかないというチョモララ店、堂々と店にカメラを向けます。総額90分3万120分もいる。120分だったら3回ぐらいできんじゃん120分だったら3回ぐらいできんじゃんそれはすごいな。できますよね。できますよね。3回下手したら4回とかいけそう。120分で、うん、クルチョモチャンネル。完全に送迎のアルファードですね。ああ、この時チョモララテは来月アルファードを購入することを決めたそうです。女性専用ビジネスホテル、へえ、何のために。あれじゃない、その地方から出稼ぎで来る人たち、うん、そういうことか、うん、1ヶ月間だけここ住むとか。すげえな、バギーカジノって来る吉原バギーでもう気合しか入ってないな今日はもう4回やるで言うていいな、4回やりたいな最近あの、うん、口だけ出てる、うん、あの全身マスクの頭だけバージョンを かけてる、うん、AV を買いました。あのファンザで顔、口しか出てへんってこと。そうそうそう、結局もう、うん、顔ってタイプ出ちゃうから、うん、あの口だけぐらいの方が興奮しますもう異次元の話になって前頭マスクって言うんですけどちゃんとマスクにも名前あるんやね。そう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 、皆さん前頭マスクこれ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 前頭マスクですファンザ安かったよ。あんまりこっちの店はこっちの通りゆっくり歩いてなかったから。あ、そうですね、うん、小倉さんとか連れてきたの。あ、はい、カメラ撮って前の人かな前の人かな行きたいんすけど。カメラ撮ってんのおじさん、ロケじゃなかったら行ってましたよ。あ、角エビがあるんじゃない。あ、本店クルチョモチャンネルすごいね、これ撮ってかんでいい。でね、誰もが知るソープの名店、角エビソープ。創業は1950年から60年の間。古くから愛されるソープの名店、角エビソープはここ吉原が本店。これあれやね、まだちゃう公園やね、ね、多分こんな広いとこなかった。なんか前ちっちゃいとこやったよね、なんか最初見た公園って、ね、うん、ルピナス王室女王鉢。あ、でもなんか女王鉢って前見んかった。ほんとですか、気のせい。ここ来たのかな、通ってるんかな、ここも、うん、わー、なんかもう歩いてるだけでチンコにストレスかかってくるマジでチンコにストレスがかかるっていうのはどういう状態なの。もうあの立っちゃいけないのにも立ちそうで怒りを沈めてるっていうか何を言ってるのでしょうか。ここの路地も入ってみる。行きましょう。細ければ細いほど怪しいですか、ね、
怪しい人しか歩いてないの。いやそうやね、うん、あれかな、あ、うん、さっきの広い公園結構人いっぱいいたけど、うん、情報交換してるのかな。あ、そういうこと。いや分からん。別々の店行って、そうそうそう、あ、どうやった言ってそうだね、多分そうだ、ね、1時間後集合っつって。あ、それが一番楽しいんですよね。楽しいの。答え合わせっていうかどうだったかってまあでもやっぱあれやね、昼間来るとまあやってはいるけど、うん、あの前回来た時のような、うん、圧はないね。俺はバンバン感じてます感じてました。感じてますそんなことはないですのんびり普通に気楽にやってたけど違った。できますね、マジで。でもここやったような気がすんねんな俺。アップル、アップルあった。ありました。アップルあった。ほらそこ。iPhone 調子大丈夫見てもらおうかな俺のチンポンがいる。チンポン、チンポンの調子が悪いんですけど。チンポンイレブンが。こちらがアップル吉原店。iPhone の交換などはできませんが、唾液の交換はできるかもしれません。ジョーっぽい子もうろうろしてんね。昼間この時間。あの子とかそうじゃない？ああ本当だね。ということで、はい、昼間の吉原来るとこんな感じです皆さん。視線が痛いです。浮世離れ感を味わいたいなら、全然フラットお散歩してみる分には、ああそうですね、いいかもね。経験としてね、経験としてね、クルチョモチャンネル、明けおめ動画からの吉原動画、はい、ね、楽しんでいただけたでしょうか、うん、あのまったりね、はい、吉原の、はい、いただけたら、はい、はい、はい、チャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。右乳先も増して。チンコに来る。チンコにストレス